79号では左右の第5天輪を組み立てて車体に取り付けます。今回付属するパーツです。最初に右側の天輪を組み立てます。組み立ては何度もしてきましたので同じ要領で組み立ててください。車体右側にパーツ08を差し込みます。ここでどうしても入りにくい場合はスリーブの車体内側の方を少しヤスリで削って入れてください。スリーブを車体にはめるときに少し中側が変形しているかもしれません。パーツ08の軸を入れ、軸の突起と天輪のアームの切り欠きを合わせてはめ込み、平ワッシャーを入れたネジ AA で留めてください。次に左側茶色の第5天輪を組み立てます。右側と同じ要領で組み立ててください。右側と同じように車体にパーツ08を差し込み、位置合わせをして軸に天輪のアームを差し込み、ワッシャーをはめたネジ AA で固定します。これで左右の第5天輪がついて79号の作業は終了です。